この前は、この町を、この北京、全国圏の町を一気に終わってるつもりで、大いに意気込んで始めたんだけど、結局もう終わらない。それで、もう一回も残ったわけですが、もう、とにかく毎回ね、私は親切な男だから、今まで読んできたところを復習して変わるもんだから、それでなかなか時間がかかる。それで、しかし、なかなか進まないわけだけれど、まあ、復習すればするほどね、その仏法がよく耳に入るんじゃないかと。まあ、そういうつもりで、少しくどいようだけれど、まあ、そういうつもりで聞いてていただくと、かしこまり。大体この法華天目家の巻はですね、六祖大師が、あれしたんですね、このテキストで言うと、141ページ、そうですね、139ページですね。139ページの下の段の左から3行目、重ねて示す下人は心を迷えば法華に転ぜられ、心を悟れば法華を転ずっていう、この余計を示されたわけですね。この神明天法華天、神王天目家、これを道元禅師がそのここで提唱されているわけです。でこの前の前にその神明の話は終わって、この前の回から真悟の話、この悟ればの話始まったわけですが、これも前に言いましたがね、この真明真悟、これをね、普通我々が使っているその迷い悟りっていう、そういう言葉の意味で見たら何が何だか分かんない。そうじゃない。ここで言う神明神悟、まあ、普通の意味で迷いっていうと、なんか煩悩があって、それで迷う。ここで言う心迷えばっていうね、大体ね、我々、この法華天目家の話は一番初めに出てくる。十方仏土中は法華の余裕はない。もう初っ端からね、十方仏土中、これ、まあ、どっちどう転んでもだ、我々ね、どっちどう転んでも法華の余裕。それで、要するにどっちどう転んでも仏さんの世界の中、こういう、そこから始まるんだから。その中で迷うってどういうことか。結局我々こういう答えを持って、答え的人間としてね、生きている限りいつでもあれかこれかってね、選択しながら生きてる。ことはこれはしょうがないね。いくら仏さんの世界でも、それでもやっぱり、前から自転車が来た、右に避けるか左に避けるかって、これやっぱりあれかこれかって選択するわけだね。で、まあ人が例えばお金をくれた、これは受け取るべきか受け取らないべきかってね、何でも受け取らないっていうのも何でも受け取らないっていうのは後になって入らなくなるってこともあるからね。で、その点、いつでもあれかこれか選択を持ちながら生きてる。ところが今十方仏土中という中で選択するって言ったら、いつでも
仏さんの方へ、これあれかこれかっていう場合には仏さんの方へ転ばなきゃダメだ。自分のこうその欲望で好きな方を取っていいもんね。十方仏土地ってこの仏さんの世界だから、仏さんがご本尊様だからね。で仏さんの方へ転ぶ。それがね、あれですね、仏の知見の戒備誤入っていうの。だから神明っていうのはね、もう悪いことじゃないの。もういつでも仏の知見を戒備誤入することですね。開き、仏の知見を開き、示し、そして悟り、入るということですね。前に会議論よって。とにかく例えばだ、今我々が失敗した。これ失敗しない人間ってまあいないじゃない。まあ私なんかともよく失敗する男だから、その失敗したからっつって、うわぁ、ダメだっつってね。そして絶望して、そしてそのまんま、スランプを起こったって言ってね、それで、ね、今度は、うつ病にかかった、そして自殺しちゃったって言って、それじゃあつまらん。結局ね、失敗したって言っても、それを、十方仏道中っていうね、これ十方仏道中って言って仏さんっていう言葉が出てくるから若い人には分かんないだろう。これは俺の生命の自慢として受け取るってことだね。失敗したって言ったって大体我々が失敗するって、あれでしょ、約束ごとで失敗することばっかりだもんね。それは例えば大自然と向かい合ってる時ね、例えば雪のあたりがガーッと来るときに、さっとこう逃げるか逃げないかって、そのとき失敗して逃げなかったら、それは流されちゃう。だけど大概我々の今都会人としては外に大自然と付き合っていないんだからね。人間とだけしか付き合ってない。外人間とだけ付き合ってんだとすると、大概は約束事の出来事とか命に関わることはないんだ。それで約束ごとの出来事だったら、あれだったらこっちの方入った方がいいわ。そっちからこう回ってきたらいい。それで結局はあれですね、生命地盤で見ものを見ていないものを我々、ただ約束ごとの地盤だけで失敗した、不合格した、それで自殺するっていうのは、そんなのはつまらない。自分の生命地盤で見直してみたら、何、自殺しなくてもいいんだもん。試験に落っこったぐらいでね。それからまあ、破産したぐらいでも、それからちょっと恥かいたぐらいでも、どうでも、生命の地盤っていうのとから見渡すってことが大切なんです。それがで絶望したって言っても同じですね。それで、結局そうなってくると自分の生命の深さっていうのがあるわけで、その生命をどんなことでも失望しない、絶望しないっていうような生命の深さ。聖書にもあるじゃない、天下が作れても望みを失わずってね、あらゆるどうしやり方も天下が作れどもって、今の私の聖書はいつも文語の聖書しか覚えてないもんだから、あれだけど、あらゆる行動がどうしてもやり方がないということね。天下が作れども望みを失わず、もう宗教の良さっていうのはそこだ。全くね、
これその点で新興宗教っていうかこの御利益本位の宗教の話と今ここで言う本当の宗教の話とそこは違うね。御利益宗教の話は徳の方ばっかり言ってる。そうじゃない、今我々の損得を超えた俺の生命自慢っていうそういうとこから見渡すっていうことね。そうするとそういう深さの生命をそういう深さの生命に覚めることだ。あ、まだ俺ちゃんと生きてたんだ。でも不合格しても破産してもあるいは絶望しても、あ、まだ今俺生きてるじゃないかと、そこが本当の生命基盤だ。そういう生命基盤から見直しっていうの、これがだんだん深まっていくって話です。それが仏の知見の戒義語である。仏さんの仏の知見の戒義語であるでは仏の仏師知見の戒義語によるだからその神明は戒義語によなん迷うのが悪いわけじゃない。神明を恨むことなら、それでこれを今の話をその前にここでやった諸悪魔鬼の話に当てはめて言うと、諸悪魔鬼悪いことはしちゃいけない、修善仏教いいことをしろってね。それで事情を覚えてる、自らその意を寄与する、これ仏の教えなりというね、諸仏の教えなりという。だけど本当はね、いいの悪いの、いいこと悪いことって外側にこうってあるもんじゃないんだ。そうじゃなくってご本尊様とこれ事情を覚えてるの、自らその意を寄与するってこのね、本当の生命が生命に清くなる、そこのところが御本尊様だからね。それからその浮いてることが悪だ、でそれに住み清くなっていくことが善だ。それでそういう点ね、結局今方向の話だ。根本は事情を覚える。それで今ここで言や十方仏土中だ。それで結局その行為の話がね、神明の話なんですね。行為の方向の話がで、これに対して真を天目家っていう、そういうふうに方向が決まったら、今行ずる、これ今行ずるっていうことはね、国境を転ずるって話す。この頃私ね、生きるっていうことについて定義を与えた。今の生きを、今することを生きるというそういう定義だ。結局本当に生きているってどういうことかっていう、今の生きを今する、ため息聞かない、ね、ちょっといくら何ていうか蓄財の好きな人間でも息をねたくさん溜めといて、もうあとは息しないでことを済まそうっていうことはできない。これやっぱりね、その度にその自分の息は自分でし、
その時の息をその時にする。これが生きてるってことだ。で、これ、我々の話はね、そういう生命の話なんですね。それで、生命体としての真を、この悟れば、生命体として悟るっていうのはどういうこと？一旦大きな悟りをドカンと悟っておいてたね、あとはもう気楽に、そういうわけにいかないんだよ。今生命に覚める、ね、それだけしかない。これが本当 の、 生きた生命体としての悟りだ。ところが普通あれでしょ、悟りってや一発いいとこはドカンと悟って、そして俺悟ったって名刺にすり込んでそれで配りたいっていう、そういうそのぐらいのこと考えて、そういう悟りの干物は効かないっていうんですね。それで道元禅師の宗教はその点ね、そういう干からびた話がない。生命の生き生きした今の息を今する、今の覚めることを今覚めるって、そういう話なんだね。そうするとね、その今行ずるところにまた永遠の命としての仏も現れるところですね。それだからね、この今真を天仏家っていうのは、今行ずる仏行において、そして永遠の仏が現れる、そういう話だ。だから不生にしろっていう話が出てきたでしょ、この前にね。この142ページの下の段の左から2行目のところ、おおよそ法華の時は必ず不生二死老なり、父が分かって子が老いている、ちょっとね、それでこの子にあらざるにはあらず、父の父にあらざるにはあらず、まさに子は老なり、死は生なりとなろうでしまう。子供が小さく若くて、で、あれですね、お父さんが若くて、それで子供が老人だ、こういうの、それでそういう不生にしろ、それは今ここで やるその行のところに永遠の仏が現れるんだ。だから今この行っていうのは、どうせはお釈迦さんにしても、まあ80人だ、ところがその人が行じたところに永遠の仏が現れる、そういう意味で行ってものはそういうものですね。今我々が仏行をする、そうすると永遠の仏さんがここに現れる。でだからね、前の回のところに脈体脈質にあらず、心足でこの143ページの上の段の最後の行、色即是空の天仏家あり、脈体脈質にある空即是色の天仏家あり、無生理なるべしってありますからね。
結局脈体脈質出入りなしのところにしかも無生じ、これ無生じを言う、そういうこの出入りなしのところに無生じを行ずるんだからね、これ出入りするわけ、そういうこの不思議な世界が今ね、それでねさて今日のところだ、仏殿に宝刀ある天目があり高さ500ユルなり、これはこの以下のところね、このこれは法華経の剣法刀本第11に出てくる話、剣法刀本というか法刀本にね、その時に仏前に七宝の塔あり高さ500ユジュン重厚縦の所作250ユジュンな地より輸出して空中に重在する四十の宝物を持ってこれを走行せる順でね、まあ、つまりあのお釈迦さんの前に突然としてね七宝の塔が現れた、でそれでその高さが500ユジュンだ、ユジュンっていうのはね大体あの国王がね兵を進めるのに1日の行程がユジュンっていうの、夫それがね大体40里とも言うし30里とも言うし、または16里とも言う、とりあえずまあ随分大きい。今領受船でもって仏さんがあのお釈迦さんがね説法してるところ、突然にそのそういう膨大な大きな塔が現れた、そしてその塔は七宝の塔で、それだけでも美しいのに、その四十の宝物を持ってこれを走行せんとかいろんなものを飾り立てた、そしてそれから以下の文章はその飾りの話し合いで、ゴテゴテが出てくる、これね、まああの法華経っていうのを本当に読んでると全くね、なんかあのレビューかなんか見てるみたいな話が書いてある、その塔がですね、あのそれから後の話パッとあの たくさんの扉が開いて、そしてあの多宝物が現れ、それからまたたくさんのねあれがいっぺんにその現れるんですよね、まるでこうあのデビューかなんか見てるみたいな話、それで今ここもそうですね、仏殿に宝刀ある天目家で高さ500ユーリュンがある、しかしこれ一体何を言ってんのかってね、これ相当私も何を言ってんのか考えてみた、結局これはあのあれなんですね、何もレビューな話してるじゃない、我々が仏行を行じた時ことに、この場合座禅が今座禅した時、この時にねこの仏前にあの行仏者の前に宝刀が現れる、ね、座禅という座禅 の座相という姿がちゃんと現れる、それでだから仏さん行仏者の前に、これまあお釈迦様、お釈迦様
生命、現状の話を法っていうのは生命、
生命現状というのは花の座禅という姿勢に生命現状してるわけだ、ね、そして両禅に法灯ありそういうその滑稽な開演生命現状のところに座禅という法灯がある。法灯は虚空に法灯し、座禅という法灯は座禅人の頃、虚空において座禅してる。だから虚空は法灯を虚空するという、そういう座禅人の心、虚空は座禅という法灯を殺してる。だからまあこれあれですねよ、インド人の文学的表現も本当にね、なんていうかまた格別だけれど、道元禅師の表現もまた格別なんだね。だけどまあそういう意味で読んでいくと分かるじゃない。そして道中の古物は座を両禅の仏に並べ、これ座禅という姿勢にはね、本来の古物、多方物がね、さっき言った法灯が現れた、その時に多方物がその法灯の中にね、仏がしましましてるとかね、でそういうだから道中の古物っていうのは多方物、多方物は座を両禅の仏、これお釈迦さんですね、仏昔からの昔って、この子っていうのは、子っていうのはね、古いって言うかな、あれよりこれが古い、これよりあれが古いっていうね、いう古い話じゃない。仏教の話はいつでも古いっていう言葉を仏法として使う場合のそういう比較をでした、新しい古いを超えた時間遺伝、真古真と古と分かれる遺伝、分離遺伝、あるいは新しい古いという、これこういうの時間、これはまあ時間の話とすると時間遺伝、まあ古いって何が古いかって時間遺伝ほど古いもんないと結局はね、ちょっとそこまでいかないと仏法の話にならないし、仏法の話したらだからね、常識人にはわからないんだね。もうちょっとこう深い話だからね。で、法中の古物って、だからこれ座禅そのものに、座禅っていう姿勢ですね、そのものはもう本当は古物だ。それが他方物、それ今行物って言って、そういう座禅を今ここでするっていうね、これは お釈迦さんがするとするとお釈迦さんと他方物とってもう並んでるわけだね。そして道中の古物は座を両禅の仏になる、だから行物と本来の古物と同義的に、そして両禅の仏は地上を道中の仏にしよう、今我々が座禅するということはまあお釈迦さんが座禅する、これはだからお釈迦さんは他人じゃない、俺がやるね、私が座禅するという時には証を、この証ですね、証明を、今座禅という証明は そういう一切分離以前の他方物、本来の古物に
そうする。それで本来の、座禅そのものに備わっているあの構図ですね、それに今、事実行じてるっていうね、行が証明されるっていうことだね。で、霊山の仏、東中へ承入するには、すなわち霊山の会生ながら天目家入するなり。霊山の仏っていうのは、だからお釈迦様、そういう行物は、行物がですね、座禅という姿勢の中に承入する、そういうふうに、明かしするために入る。その時にね、会生ながら、霊山の会生ながらっていうのはね、会生っていうのは、その人が住んでる国土です。この国土それぐるみ、あれですね、入る。天目家入する。つまり私が座禅するっていうのは、私の人界ぐるみ座禅する。いや、これ不思議なんだね。私が座禅する、これ私の世界ぐるみ座禅する。男は男ぐるみ座禅する。それから女は女ぐるみ座禅する。そして日本人は日本人なりに座禅するでしょ。それからアメリカ人はアメリカ人なりに座禅する。座禅というのはだから不思議な世界。それで座禅して、もう女が男になったってことはない。女は女、座禅してもね。それから座禅してもアメリカ人はアメリカ人、日本人が座禅すら日本人。それで座禅したおかげでインド人になっちゃった。ちょっとそんなことない。それでそれが霊山の仏東中へ承認するには、すなわち霊山の会生ながら天目家入する。東中の仏霊山に輸出するには、古物度ながら古滅度ながら輸出するのに。東中の仏って、だから座禅そのものの本来の古物ですね。これは多方物、多方物がそこへ現れて、霊山に現れ、行物者のところにね、現れるのには古物度ながら古滅度ながらって、ね、もう何も新しくなって現れるんじゃないんだ。で、不滅度って結局今言う一切分離以前、それから一切時間以前、空港以前とか、そういう古さのまんま座禅のところに現れる。東中の仏霊山に輸出するには、古物度ながら不滅度ながら輸出する。輸出も転入も凡夫二乗に習わざる、天目家を学すべし。輸出っていうことも転入っていうことも凡夫的な常識で、あるいは二乗的な、凡夫二乗に習わざる凡夫的常識や二乗的固定的考えで見てはならない。天目家っていうね、天目家を学すべし。天目家っていう行そのもののあり方を知るべきだ。その本当に行っていうことだ、今。で、苦滅度は仏行に備われる小正門なり。この苦滅度っていうのは、今言う一心不生だ。このあらゆる時間以前、分離以前、それで
それは生命の実物仏に備わっている証拠。それでね、法中と仏前と法等と虚空と、霊前にあらず北海にあらず反対にあらず、全海にあらず、是方位のみに変われる、資料なるのみない。 これ今残念する、それにおいてですね、法中とか仏前虚空法等なんていう言葉を言ったんだけれど、それらはね、その霊前とか北海とか反乱とか全海とか、そういう是方位っていうのはね、決まった形です。 決まった形として、あるんじゃない、全く資料、これ人間的思惑を超えてるんだ。今度はあの、いや、私の兄弟子だった横山祖道さんの、あれ、我が立つ蕎麦っていう本が出たので、それ見てた。祖道さんが資料の方ね、 西安禅寺は資料、火の資料って読まれているけど、私は火師の寮って読みたいって書いてあったけど、さすが祖道さんだなと思って、なんだね、結局火師の寮、これもう我々の思惑じゃない、一切の世界だ。 重い手放しのところには人無人海だ。結局ね、本当の生命の世界、自分、私は生命を生きてんだね、今の息は、今の息は今する、そして生きてる。しかしながらこれ、私の思惑で息してんじゃないんだ。 一つやったら深呼吸ぐらいするじゃん。しかしながらこれ全部どれても、これでもみんな私の思惑でもってやってんだって言ったら、これ大変だね。あれね、寝ることができやしない、寝る間に寝てる間にうっかりその息するの忘れちゃったんで、そのまんま死んじゃったち、そんなもんじゃないの。それ重い手放しです。 それで、寝てて、ちゃんと息してるんだ。これ、資料で生きてんだ、やっぱり。間違いなく。それで、その資料で生きている生命に、人間生命としては頭がある。そうすると、この頭の中でいろいろ思いや分別が湧き出してくるわけだ。だから、思いとか分別とかっていうのは、 頭の分泌物だ。思いは頭の分泌物である。ここの名言だね。<笑><笑>私これ本当に、思いは頭の分泌物っていうだけに何十年かけて、本当ね、何十年かけた挙句に出てきた言葉。 で、この思いは頭の分泌物っていうのは、そこから出発して、だから思いの中で全て片付けようって言ったって、それは片付かない、分泌物なんだから。いや、唾液腺から唾が湧き出てくる、これは排泄物じゃないね。だから決して悪いことだ。しかしながら唾で全てが片付くって、そんなことはないよ。俺は、どうせ分泌物。 それは人間はそうじゃない。頭の分岐物で、それで全て片付けようって言うんだから、これはどうせ間違いは起きます。胃酸だって出過ぎりゃ、胃潰瘍になる。で、胃酸で全て片付けるんだ。<笑>それと同じことやってんだね。今我々はいつも思いでもって全て、思いを主人公と思う。そして思いで全て片付けようとして。<笑>
それで、いかよ。いかよでなかった。図解よ。図解よになっちゃうのね。そうじゃない、すべての生命は、資料。死の、重い以上のところのすべての世界です。で、枠言物心に説法、枠言指針に説法なる変木家あり。まあここでね、今までのところはいわば仏業としても、仏業の証文であるあの座禅についてのあり方に出た、ね、本当これからはね、この自由な生命活動としての仏業の話、枠言物心に説法、枠言指針に説法なる天目である。これはね、あのまあ皆さんもご存知だと思うけれど、あの観音業の話、法華経の顧問も、で観音様っていうのは三十三神にあの現じて説法するんですね。三十三神っていうのは、それを、ね、あの日本が見たかった東山のあのあれ、あの三十三元のいろんな見本が出てた、日比人とか、あの いろんなあれがこうみんな人形になって出てた。だけど本当はそんなね、そんな決体、あ、金なら孫なら孫らが日比人とって言ってそんな 金なら孫らが日比人とって言ったってね、みんなもう なんだか結局我々生きてる間 のいろんなところの生命活動ですね、生命活動としてその時その晩のそのに現じて応じて働く、いろんなの形として働く。まずここでは枠言物心に説法、あの仏あるいは仏の身を現じてために説法をするってことね。いや本当はね、我々の仏さんの身を現じて説法でみんな仏なんだ、結構なんだ、我々で結構ないわ。だけどだ、しかし狙いとしてはね、今こうして私が仏法の話をするっていう限りは、まあ仏になったつもりでやってるいなくちゃから、これで嫌になるからね。しかしながらそれでもってこれは仏だぞって思い上がった、これはまあこの今話としては一生懸命仏さんを狙って話してる、しかしだからってわしはノーって言って仏になったつもりでいたとしたら、これはあの消えろわそれでもう本当、いや本筋としては 仏教として本筋としては仏を現じてっていうことが本筋かもしれないけど、 それには固定していない。これ本当は俺は俺なんだっていうのが大切だもん。俺は俺なんだっていうことはこの固定していないこと、萩野氏もよく言ってたね、あのそれこそあの天から火を降ってくるときもある、あるいはあのこたつに入って酒飲んでいるときもあるそういうね、あれがなくちゃいつでも天から火が降ってくるんだ。これは萩野氏あの将棋だね戦争中本当に天から火が降ってきたんだ、バラ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 ね、そういう時も実際にある。だからっていつでも火が降ってくるかもしれないって言って
木好きにかぶってるけど畑持ってんで<笑>いつでも寝てるっちゃあるじゃない。のんびりと俺のこたつで入ってそして酒飲んでるっていう時もある。人間生命ってのはいろいろな生きてんだから。で固定して仏さんっていうね、もう仏さん中だよ、仏さんはいいに決まってるけど仏さん大変に決まってた。俺ね生きちゃいない。誰か相談にやってきて、私は失恋しました。もうそんな恋なんてわしはしたことはない<笑>それじゃあ誰もその再度できないんだよ。 俺やっぱりね、その時は万縁指針に説法、この凡夫心を現じなきゃ。だからこれ病人の前には病人の気持ちになって、それから貧乏人の前には貧乏人の気持ちになって、絶望した人の前には絶望した 人の気持ちになって、そういうような、これが一時期あれですね、応じなきゃ。いや私のところへ反対にいた頃だ、お客来た、候補さんが反対に来た。そしたら私の前へ座ったら、その とても殺気を感じた。<笑>そしてその人が言うの、これから人を殺しに行こうと思います、こういうような。それで、まあ私も殺されるかと思ったけど<笑><笑>でも黙ってその人の言うことを聞いてた。そして その人に思い切り、言われてたね。そして、まあって言ってね、それからさ、君がそういうふうに思うのは無理ないけれど、しかし、こういう考え方もありじゃないかって言ってね、あれしたことあったけど、その時、後から聞いたら、候補さんも、案内してくるときにさっき感じたっていうのがね、よっぽどもうやっぱりこれから人を殺しに行こうっていう人はちょっと違うね。だけどそういうときに、まあ私の気分としてはエレベーターになっているっていうことが大切だと思うんだね。こうこれから人を殺しに行こうって、まあ最頂点まで登っちゃってるわけ。そしたら、エレベーターでございますって、ここまで行って、そして、お乗りくださいって乗っけて、それでまた、まあまあまあ、<笑>これ、まあ、そういう気分が、いわば、観音33心の説法のところじゃない。 でそれもね、自由にできりゃ、それはもう問題ない。ほら、自由にできりゃ、もう、あれですよ、仏さんですよ、あ、菩薩。でも、たとえできなくても、いつもまあそういう気分で、そういう狙いを持って、お互い同士生きてるということね。で、まあ、そんなこと言ってた私がいかにも、 エレベーター自由でさ、あれだって言ったら、それどころか、私の散歩に出てくと、パーンって言って、自動車が、危ないところをパーンとね、通ってるやつもいるじゃない。あれ、しょーって思ってるやつ。ほいで、まあ、 それで私に作る考え、散歩に出てって腹立つって言っても意味ないから。
お釈迦さんがある時ね、その
そして、その時のしもべが我釈迦である。